コストコのベーグルでベーグルサンド作ります。コストコのベーグルって大きくてすごく腹持ちがいいんです。まずはベーコンを焼いてカリカリにしていきたい。卵を2個入れてスクランブルエッグを作ります。カットしていく。コストコで買ったガーリック&ハーブのチーズを塗っていく。このチーズはクラッカーにつけるのが一番美味しい。あっという間にトッピングしていきます。ベーコン、卵を、コストコで買ったアボカドも乗せていきます。コストコのアボカドって美味しいんだよね。うん、なんて贅沢。美味しそう。おしゃれな包み紙があればいいのに。もう一つはベーコンに卵、レタスを乗っけてって、きゅうりも乗せます。今日はいつものガサツクッキングじゃないみたい。公園に持ってって食べたいな。そして追いマヨネーズをぶわーってかけてって。パンを乗せます。逆側でした。どっちも美味しかった。ぜひ試してみてね。